第37回衆議院議員総選挙は、1983年12月18日に、日本で行われた、国会議員の総選挙である。中曽根康弘首相を支える田中角栄元首相が、一審において、ロッキード事件への関与が認定され実刑判決が、下った後の政局を打開するための衆議院解散を、受けた選挙であったことから、ロッキード選挙と呼ばれた。 総獲得議席では、与党の自民党が大きく退庁する一方、この選挙で見そぎを期した田中は、新潟3区で2の5位当選者の得票数総計を上回る大量を得票で当選した。自民党は、公認候補のみでは単独過半数に届かない敗北であった。保守系無所属の追加公認で、自民党は過半数を確保し得たものの、常任委員会での多数派確保を目指すことで、 中曽根首相は新自由クラブとの連立政権充立を発表。第二次中曽根内閣が発足し、55年体制の下で唯一の連立政権となった。野党第一党である日本社会党の立候補者数は過半数を大幅に下回っている。自民党、社会党、公明党、民社党、共産党、社民連新自由クラブ無所属。ありがとうございます。